覆面講師のともひろです。よろしくお願いいたします。はい、今回は中学校の数学の式の計算のところについてのちょっとした応用問題についてお話をしていきたいと思います。はい、この手の問題って実は以前の教育要領だと、高校で習ってたりとかしたんですが、一応中学校の知識でも以前から解けることは解けてたので、でその教育要領が変わって、はい、今ではこの形の問題というのは一応中学校向けに少し、レベルを落とすって言い方するとおかしいかもしれないですけども、問題の形式としては高校っぽい形ではあるんですが、中学生の知識でも解けるというような形に、はい、落とし込んで、出題されるっていう、最近の、はい、ここ本当 1,2 年の傾向が出てきたので、そちらについて少しお話をしていきたいと思います。はい、では早速問題なんですけれども、ある2つの整数 M と N というのがあって、でそれを13で割ると余りがそれぞれ7と9であった、はい、なので、問題としては M を13で割ると余りが7で、 N を13で割ると余りが9である、はい、でなので、割った時の小ですね、割り算の答えである小がいくつかっていうことは分かってないです。はい、いくつかっていうのは分かってないですけれども、余りは分かってますよっていうことですね。はい、でこの時 M と N の積である MN の余りはいくつですかっていうような問題、はい、こういったような問題が出た時にじゃあどうしたらいいかというところなんですけれども、じゃあまずこれはM というのと N というのをそれぞれどういった文字式で表せばいいかというところが一番最初の問題点になってくるかなというふうに思います。はい、それが一番最初のハードルですね。はい、で13で割ってるので、 M を13で割ると、まあ、答えがわからないので、まあ、仮に A としておいて、で余りが、7ですよとかっていう風な考え方をすると、これを例えば13分の M とかして、で例えば余りが7と言ってるのでプラス7とかっていう風に置いてしまったりしがちなんですが、はい、この形にしてしまうと、はい、ちょっと辻褄が合わないことになってしまいます。はい、じゃあどういう風にこの M というのを表したらいいかっていうところなんですが、M というのは、13で割って答え、その小は分かってないですけど、小を例えば A と置きます。はい、で13で割っているので 13×A でまず出せる。はい、で余っているのが7なのでプラス7というふうに置けますよっていう形ですね。はい、こういった形で表しましょうという形です。はい、なので先ほども言いましたけれども、あくまでも小は分かってないので仮の数字とし仮の文字として置くような形ですね。はい、で同じく N の方も表すと、13で割った時に、はい、で同じ数字で、同じ数字が小になるとは限らないので、例えばこれも違う記号として B というふうに置いてしまいましょう。はい、で余りが9なのでプラス9というような置き方をします。はい、こういった置き方ができるかどうかっていうのがまず一番最初の問題点になってくるので、ここのところの置き方ですね。はい、割り算をしてるからといって、先ほど書いたような13分の M とか13分の N とかっていうような形にの分数の形にしないで、はい、あくまでも掛け算で、はい、それを余ったものを足したら元々の数字になりますよっていうところに、はい、気がついてもらえればなというふうに思います。はい、本当にこれも例えばもし分かんなくなったとしたら、はい、63を、はい、7で、7で割ったら7、63で割り切れちゃうので、じゃあ6で割ってみましょうか。はい、
6で割ると10余り3になりますよね。はい、でこれをじゃあ、先ほどのように6分の63で10プラス3ってしたらこれって合ってますかっていうと合わないですよね。6分の63というのは割り切れないですし、こっちは整数の10、この 10+3 というのは計算できてしまうので13になってしまいますから、先ほどの、はい、書いたようなやり方ではなく、あくまでも、はい、これをやるときっていうのは、じゃあ63は、はい、6×10 にプラス3してくれた方が、こちらの方が正しい答えになりますよね。はい、なのでこういう形を踏まえた上でこういう M とか N というのを文字式を使って表すっていうことをちょっと注意をしてください。はい、ではここから先なんですけど、じゃあどうしたらいいかというと、 MN と言っているので積なので、 MN というのは、はい、そのまま代入するので 13A プラス7に 13B プラス9というような形で書けますね。はい、ここまでまあできたら、はい、でこれを、乗法公式とかはまあちょっと使えないので、それぞれ1個ずつ、はい、分配法則で書けていくっていうふうにすると、はい、で、後でこの13でくくったりとかするので、この 13×13 を掛け算して169とかっていうふうに出さずに、もうそのまま13の2乗を AB というふうに置いてしまう。はい、で同じくここからここ掛けるので、はい、9×13A、はい、で同じくここ掛けるここになるので、7×13B、はい、で最後ここかけるここなので 7×9 というような形に持っていくっていう感じですね。はい、でじゃあそこの先どうしたらいいかというと、はい、13で割った時の余りを出したいので、13でまずくくってみましょうっていうふうに考えましょう。はい、13でくくるというか、13を外に出して因数分解をすると、はい、残りは 13AB と、はい、ここは13が外に出るので 9A が残りますよね。はい、で、同じような感じでいくと、ここも、7B が残ります。はい、でここ残ったやつというのが 7×9 なので 7×63 というふうに出しますね。はい、ここまでまずやってみましょうと。でこれを、はい、何とか13で割ってみようって言った時に、じゃあどうするかというと、13で割ると、ごめんなさい、63を13かけるいくつ足すいくつっていうような形に書き換えてしまいましょうというような感じですね。はい、そうすると4でできるので、そうすると、13×4 というのは52なので、はい、プラス11っていう形が取れますよね。はい、なので、はい、63というのは 13×4 足す11っていうふうにできるので、はい、これをまたこの4というのを中に入れてしまえば、この11だけ余るじゃないですかっていう感じですね。はい、なのでここに気づけるかどうかですね。はい、13で割ってった時に余ったのいくつになりますかねっていうふうに考えてもらえると、ここで11が余るということなので、答えは11というふうになります。はい、まあなのでこれがそのまま答えなんですけど、答えとしては、はい、11ですよというふうなものになります。はい、こういった形で出すことができるので、はい、掛け算の実際、M と N を求めてくださいっていうふうに言われたら、これのこの問題文だと、設問文ですと、
はい、どうやっても M、N をそれぞれいくつなのかっていうことは求めることができません。はい、でも M×N の余りっていうのはここの条件からこういった形で出すことができます。はい、なので必ず、はい、M と N っていうのをまずどういった置き方するのかっていうこのポイントと、あとは先ほど言ったようにこの余った63とかって出てきた数字をなんとか13でくくって残りをこの括弧の外に出してもらえればっていう、ここの作業に、はい、この作業に気がついてもらえれば、はい、11とか、まあこれの場合は11でしたけれども、例えばここが余りが、いくつとかにするといいかな、余りが、5とか6とかにすると余りが4とかになったりとかすると思うので、はい、それは計算していればできるようになると思います。はい、で一応これ証明しなさいとかっていうふうに言われたりするときには、 A と B は整数なので、はい、ここに書いてあるものは整数だから、ここはこの部分は13の倍数で余りが11ですとかっていう注意書きがここにまたさらに必要になったりはするかもしれないですけれども、はい、あくまでも余りの数はいくつですかっていうような問題であれば、余りの数だけ書けば、はい、問題ないと思いますので、こういった形のものがあります。はい、で先ほども申し上げた通り、今までは本当高校 1,2 年生とかでこの辺をちょっと、まあここまで簡単というわけではないですけど、ちょっと簡単、もうちょっとレベルの少し高めな、はい、こういった余り何とかで割ると余りがいくつですよっていうのを、はい、高校 1,2 年生でやっていたのが指導要領変わって、どん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 今中学生とかでもまあできるよっていうことで、はい、こういった形のものが中学校でも問題として取り上げられますし、高校入試とかでも出るというようなことが予想されますので、一応ご説明をさせていただきました。はい、ということで今回この式の計算のところ、まあ、整数の性質っていうところとしてくくられるのか、はい、式の計算としてくくられるのかっていうのはちょっと微妙なところですけれども、はい、今回その手の、はい、お話をさせていただきました。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。はい、ぜひともチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、あとは、動画のシェアなどもしてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。